渋谷ツタヤでハイタッチ会とお見送り会をさせていただいて、来てくださった方も本当にありがとうございます。そちらもそうだし、まあ、オールナイト事故を見てくださった方もそうですし、まあね、来れなかった方もね、また東京の会場とか現場で会えたら嬉しいなと思うんですが、すごい楽しい一日でしたよ。でもね、このそのハイタッチ会とかの後にちょっとお仕事をしてて、今帰ってきて、ホテルに帰ってきて、もうバタンキュー。そう、ちょっとハードだった。もうダメだ、動けない。お見送りで来てくださった方もありがとうございます。やり遂げました、みんな。そういえば、大ちゃんありがとう。そういえば、ポコピグさんありがとうございます。10月5日大阪行きます。はい、あのトースポさんとまたコラボで JRA さんの主催のイベントなんですけど、大ちゃんありがとうございます。トースポさんコラボ企画のレース検討会をね、記者の方、競馬記者の方と一緒にさせていただくことになりました。10月5日です。大阪行っちゃいます。イベントで大阪行かない、ハイタッチ会とかで大阪行かないんですけど、代わりにまさかの競馬仕事で大阪行くとは思ってなく、そしてしかもソロ仕事で、そう、競馬お仕事をね、2度目の競馬仕事をいただきました。でもなんか前回の JRA さんとのお仕事の時に、なんかすごく、なんだ、トースポさんねが多分そういいねってこう言ってくださって、でまたお願いしますみたいな、またすぐなんかどっかイベントあったらお願いしますみたいな感じで言ってたら、じゃあ次のあれとかいいんじゃないみたいな。トースポの社長がいいんじゃないみたいな、なんか言ってて、そう、お優しい方だった、トースポの社長さん。なんかそういう時ってさ、また次お願いしますとか言ってもさ、なかなか実現しないことの方が多いから、なんかなんていうの、ちょっと社交辞令的なとこもさ、やっぱ挨拶、最後のこう帰り際の挨拶的なところでさ、あんまりあれじゃん、なんて言うんだろう、こう実現する可能性っていうのはそんなに高くないんで、そう、でもそれをちゃんとさ、約束を守ってくださる人ってあんまり珍しいから、トースポって素敵な会社だなって。トースポの社長さんも素敵な、そう、
社長さんだなって思いましたよ。そうでもね、ま、だって私まだ実績も何も残してないので、そう前回が初めてでまだ当てたりとかさ大勝ちしてない、経験値浅くて実績残してないのにこうやってまたね呼んでいただけるっていうのはなかなかないと思うので、そう本当にありがたいなと思って頑張ろうって、そう本当に未熟者ながらもね、誰しもね多分何か新しいことを始める時って多分本当に知識が浅いとこからどんどん経験値が上がってって成長していくと思うので、何でもそうだと思うんで、そういうもうね私はまだ未熟者なんですけど競馬の中では、でもちょっとね一つ一つ経験値を上げて頑張っていきます。東京暑くてすごい暑くて、暑くて暑いです。明日はアットジャムだ。もう体がね動きません。今日はまあねちょっと大阪に来れる方はぜひ近い方とかでもお待ちしております。あ、今日のリリーベの悲しみがなくなりました。ありがとう。来てくれるんですかね。明日痛いよね、そりゃ。皆さんもちょっと暑い中待っていただいて、階段上り下りしていただいてよろしく。本当にね福岡も超えてた。こんばんは。 TikTok を見てくださってる皆さんありがとうございます。なんだかすごい反響、なんか私的には伸びてる方かなって思いますね。MV のソロ撮影のやつで TikTok はね地味に伸びてた。拡散してくださった方ありがとう、嬉しい。明日はちょっとゆっくりめなのかな、出番はね。アイタッチ券ありがとう。新規の方ありがとうございます。外の非常階段暑い。それは私物多はそんなに、あのねおイベント会場はちょっとコンパクトでしたね。公式の方にねコメントしてくださってる方もね見てますので、アイリのさアカウントじゃなくてもさ公式の HKT のアカウントでもさ投稿にこうアイチーみたいなアイチかわいいよとかさ、なんか本人のアカウントではないけど送ってくださってるのとかちょっとね嬉しいですよね。8階が1階まで階段降りた。え？マジ？やばいって。あ、藤子はなんか佐久間さんが多分言ってらっしゃったんだけど、未成年がいるためこの事前に収録されておりますみたいな多分よ あったみたいです。あれがそう時間的にねデュートちゃん、エラちゃんとかもいたので収録をしましたね。
公式にコメントするのは私、いや嬉しいですよ本当に。なんかね、カラゴン可愛いのって。今日はなんかちょっとね、透明感ある色素薄い系カラコンにしております。光がよく、エンディング、あーありがとう。なんか初めてあそこまで残れたわ。アジアポストしてるの全部見てるし、返信といいねして、ありがとう、嬉しい返信ね、ありがとうね、本当に嬉しいよ、いつも。うんうんうん、チュル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 系女子になりたい。関西イベント増えると嬉しくない？あ、本当？マジで可愛すぎて、本当に？一瞬だけど、ああありがとう。え、全部の分言ったら誤解感の、あーおきやん。またテレビの中すごいいいな。黒髪、あいい？本当ですか？中継女子慣れてる？よかった。声失ったマジで？その可愛さに驚いたわけ？声かけれなかった。全力より話した。ちょこっと、あーでもそうだね、全力の時も結構早かったもんな。ちょっとね、疲れて、もう体が動かないんだ、今。そう、16人レーンの部があって、すごい激レアレーン。たくさんいいのとコメントするから、ありがとう、嬉しい。高校の時人数多いから、確かにそうなのよ。渋谷でソンミンティナイスファイトでした。撮ればよかった。後悔してる。後悔しても遅いです。皆さん、クソにはなかなか話すのが難しいよね。確かに久しぶりって言われたけど初対面なんですよおもろいんだけど、めちゃめちゃおもろい。あでもなんかちょっと見覚えある顔かも。なんだろうね、なんかちょっと似てる方とかも結構なんかいたりするのよ。やっぱファンの方のお顔がちょっと似てるなーみたいな、雰囲気似てるなーみたいな。だからちょっと間違えたんじゃない。今日の試合見てキュンとし、あ、本当？美味しい。比べもいいのかな。じゃあ、あ、1898出ました。え、もうそろそろ1900じゃない？やば、早いんですけど。めっちゃ早いじゃん。やったー。もうそろそろ1900になります。ネタに走りすぎて、いや本当にね、怖いよあの缶バッチ、怖いよ、やだよありがとう。アイリさんって感じアイリさんって感じ。本当？本当ですか？
それならよかった。いっぱい寝ます、ありがとう。ではランキングを読もう。みんなちょっともうあれ早く寝るね今日、ごめんね。あとメール送りたかったんですけど、チャットしか送れなかったの。なんでかっていうと電波が悪くて、ずっとお仕事してた場所が、そう電波が全然悪くて、私の携帯はねなんかすごい電波悪くて、チャットなら送れたんですよ。だからチャットにはなんかちょこちょこっと送れてたんですけど、ちょこちょこね、メール送れなかったんですよ。ちょっとすいません、また明日送ります。ではランキング読みます。13位国翔さん、12位一郎さん、11位公園さん、10位 MJ さん、9位岡谷さん、8位奈緒さん、7位ヤクさん、6位ヒロちゃん、5位 BB さん、4位タータンさん、3位ゾウキンさん、2位ボクピグさん、1位ダイちゃん、ありがとうございます。皆さんでは、おではおやすみなさい。皆さんまた明日アットジャム頑張りたいと思います。来る方は楽しみましょう、来れない方は現地までパワーを届けて行ってほしいです。ありがとう、バイバイ、おやすみ。